愛知ウェディング協議会副代表の吹原です。今日ですね、5月の27日ですね、8時から1時間ほどでまた、皆さんにインスタライブにお付き合いいただければなというふうに思っています。おとといの25日の夜なんですけど、政府が緊急事態宣言を全面的に解除したという、そのニュースの直後にといいますかね、本当にホットなところで、8月をめどに段階的にこう経済活動がこう再開していく中で、今日のゲストがもうまさに本当にこれからどうしていこうとか、私たちこれからどうなるんだろうっていうふうに思ってる、そんな私たちにきっともう本当に大きなヒントを与えてくださる、そしてもう日々それもご自身で精力的にこういろんな発信をしてくださっている株式会社リクシーの代表取締役安藤正樹さんをお招きして、こういろんなお話をさせていただけたらなというふうに思っています。あ、どうもじゃあ、はい、こんばんは。よろしくお願いします、安藤さん。ビシッとされて。ます一応、はい、放送用で、はい、さっきジャケット着てみました。はい、すいません。もう、夕ご飯召し上がりました？あ、はい、いただきまして、はい、もう、大丈夫ですね。はい、安心しました。お腹空いてたら、いつもよりも、さらにまた研ぎ澄まされちゃったら、私ちょっと、口目がないので。全然、はい。よろしくお願いします。ほんのちょっとだけ私、はい、安藤さんのことを皆さんにご紹介したいなと思うんですが、よろしいですかね。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、もう本当に安藤さんといえば、YouTube ライブリクシーウェディングラボ5月6月本当に毎週木曜日皆さんに発信をされたりですとかあとは24日ですね、 V ウェディング、もう後ほどしっかりいろいろ聞こうと思うんですけど、もうマスコミにも詳しいですね。ありがとうございます。はい、もうマスコミにも取り上げられていて、もうブライダルウェディング業界以外のところからもすごい多分注目されてるのかなっていうふうに。いえ。思います。で、あとは実は本当にその前に時花を本当にリブランドしてリリースされたばかりで、はい、その件についてもちょっと会社のことっていうので。もう本当にもうパーッといろんな話が聞きたいので、駆け足になるんですけど、何より実は私安藤さんのことを知ったのは、ウィズコロナ時代の結婚式宣言、はい、先月ですね。はい、はい、もう本当にごめんなさい、本当にそんなタイミングですごい人いるなと思って、もう何しろヤフーニュースでも取り上げられていて、はい、いや、すごい方がいて、もう切れ味抜群の方なんだろうなと思っていて。いえ、もう。はい。まず一番最初に聞きたいなと思ったのが、まさにその、はい、ウィズコロナ時代の結婚式宣言についてなんですけど、はい、それちょっと、ぶっちゃけの話していいですか？ああ、はいはいはい。何でも。はい。これだけ切れ者の方なんで。もうなんか、ハードルしか上がってないです。はい。めっちゃ上げてます私今、はい、ありがとうございます。この宣言を拝見した時に、はい、これはなんか先を見据えた何かこう意図があるのかとか、あ、なるほど、そういうこととかまでちょっとなんか変に深読みをしちゃったんですけど、あれって、はい、どうしてなんかこうあれを宣言をこうバーンと出そうと思われたのかっていう。ああ、なるほどですね。そうですね。まあ、いろいろあるんですけど、やっぱりコロナの中で、結婚式を巡る話題がもうとにかくキャンセル料に悩む新郎新婦のお二人みたいな構造がすごいフォーカスされてて、で、これ似たようなことが、去年秋にも台風であったんですよね。うん、超大型台風に悩む新郎新婦みたいな。で、どうしても、そうですよね。まあ本当婚礼業界の方々はもう、やる方も大変だよね、みたいな中で、すごいこう難しい状態だったと思うんですけども、まあ、結局台風の時も、まあおよその会場さんがこう、延期はまあもう実費のみとか、まあお客様よりにやってたなと、まあ私はすごい感じてて、すごい騒がれて、結果そうなってるみたいな。なんか騒がれ損じゃないってどっかで思うわけですよ。
で、コロナの件も実際やっぱいろんな周りの会社さんに聞いたら、まあ実費のみとか、まあ延期やったら感染料いらないよとかが、まあまあ、まあ、感覚で言うと9割5分ぐらい僕らの周りではそうだったんですよね。ただどうしてもその何ですか、その 5% ぐらいだと 5% がすごいフォーカスされる、まあ、その 5% にヒットしている新郎新婦のお二人はすごい悩まれてると思うんですけども、まあ、どうしてもなんか世の中の捉え方というのは結婚式ってさみたいな、いやいろいろあるからみたいなところのいろいろは割となんかあんまりこう囚われずに結婚式ってさみたいな感じになるんで、いやそれ一緒くたにされるのはちょっと違うんじゃないかなって思うんですけども、まあ、世の中そうならしょうがないと。ただやっぱり一社一社がそこに、いやうちはこうしてますと、いやうちはああしてますと、いやいやうちはこうしてますってバラバラで言うのか、いやもうみんなでこうなってるんですよっていうのかで、まあ、全然伝わり方違うなっていうのはやっぱり当然あるんで、じゃあまあその違うっていうことをこう言える会社さんがなんかこんなに集まってるんですよっていうと、まあ一社一社では伝わらない声が、まあ、伝わるんじゃないかなっていうことを思って、で、まあ、実際さっき言ったみたいにこう周りの方々は、まあ、そういう対応もされてるんで、じゃあこういうちょっと感じのね、まあ、今回とウィズコロナ時の結婚式宣言っていうのはやろうと思うんですけど、ありですかって聞いたら、まあいやありですよありですよっていう感じになるだったんで、じゃあちょっと、まあ、10社55会場みたいなスタートだったんですけど、11社かな、はい、まあ、2桁あったらまあなんか集まってて言えるかなみたいな感じでこう出してみたっていう感じですね、はい。なんかそのちょっとね、事前にいろんな話をしてた時にもうこれその話もちらっと聞いて、はい、でなんかこう思い溢れてやったんだよみたいなのとかを、はい、本当にってちょっと思うくらい、いやでもやっぱりそのブライダル業界、ウェディング業界ってそういう熱い方がたくさんいらっしゃって、でもなかなかまとまらないこの業界で、はい、こうリーダーシップ取ってこうね、旗振ってやってくださったっていうのは、あ本当にそれそういうことだったんだって思って、あいえいえいえ、それはもうぜひ皆さんに聞いてほしいってありがとうございます。まあ、もちろんそのなんかね、コロナの中でポンと思いついたわけではなくて、まあ、どっちかというとやっぱりその業界構造として、まあ、こうトップ企業のシェアが 4% 5% っていう構造なんですよね。で、まあ、自動車とかだとなんかトヨタさんがなんか、ね、エコの自動車作ったらみんな作るとか、まあ、携帯電話とかだとなんかソフトバンクさんがああいうことやったらみんなこう追随するとかあるじゃないですか。ただ婚礼業界の場合はトップ企業っていうのが、まあ、トップシェアでも 4% 5% しかないんで、でしかもエリアによって全然違うみたいな構造なんで、あんまりこう全体の流れっていうのがやっぱ良くも悪くも作れないんですよね。確かに、はい。で、まあ、それを、まあ、もちろん会社が違うので全部の足並み揃えることは不可能ではあるんですけど、うん、まあ、こういうテーマだったら集まれるよねみたいなことを、うん、まあ、ある意味こう集まっていくと、まあ、世の中に対しては、まあ、そういう、こう結婚式場っていうのもいっぱいあるんだなって伝わるなと思ってて、まあ名前変わったんですけど、前までやったチュールウェディングとかっていうのはこう持ち込みができないみたいな、うん、でそれがなんかこうどうなの結婚式業界ちょっとブラックじゃねって思ってる人もいたりするんですけど、いやとりあえずここの会場さんたちは行けるからってやっぱ言いたかったんですよね。 なんで一社一社でやっぱりなかなか言っても届かないことを、まあ、僕らみたいなこう式場持ってないですし、まあ、結婚式をやるはやらないって宣言しますんで、まあ、そういうところがこうなんか逆に機動力生かしてやっていくことで、まあ、結婚式のそう多様化みたいなところが生きる進むんじゃないかなっていう考え方で会社はやっていたので、まあ、それって今のこのコロナのこれじゃないかみたいなところでこうピッて合致したのももちろんありますから、はい。まあ、そんな感じ。はい、安藤さん自身もそれこそ本当にまとまって発信した方が絶対に破壊力というか発信力、発言力っていうのがあるじゃんっていう、そういう考えの持ち主なんだっていうのをすごい知ったのと、あと、はい、で私も本当に同じ思いでというか、私たちの協会もそうですよね、はい、うん、でそれこそなかなかこの業界ってまとまらないじゃないですか。そうですね、難しいですよね、うん、はい、フラッグシップ持つその会社企業さんっていうのがなかなか、まあちょっとなんでなんだろうってずっともやもやしながらなんですけ ど、それって、うん、その、まあ、結局はその、うん、知識というかそういうシェアだったりとかが原因なんですかね。まあ、そうですね、やっぱり会社が違うと限界がやっぱ絶対あるとは思いますね、うんうん、はい、やっぱりなんて言うんでしょう、
2社が共同で何かをやるのも相当難易度高いことなので、まあ、それがこうね、どうしてもこう 4% ってことは、まあ、全員シェア 4% でも25社あるわけですから、まあ、ここがこう足並みを揃えるっていうのは、まあ、これ別ブライダル業界に限らず多分どの業界でもそういう構造だとやっぱり、まあ、実質不可能だろうなやっぱり思いますね。まあ、普通の会社で統制取るのもすごい難しいんで。確かに、はい、ちなみにでもそれでも他の業界なんかはそういう共同組合だったりとか、うんうん、協会みたいなのとかがあったりするわけじゃないですか。はいはい。それはどうしてそこが成り立っているのかっていうのって、なんかそうですね、まあ、僕もあの業界はこうウェディング業界とインターネット業界しかあんまりこうなんですか経験がないので、まあ、他の業界までこう綺麗に言えるかわからないんですけど、やっぱり婚礼業界特有の難しさってあると思ってまして、うん、まあ、一つはやっぱり無形の商品なんで、はい、なんかわかんないですけど、どうなんでしょうね、鉛筆とかだとこれを HB って濃さにしよう、これをなんか 2B って濃さにしようってなんか定義できそうじゃないですか。なるほど。結婚式とかなんかクオリティとか、なんかお客様への指針みたいなことを決めようとしても、まあ、すごい大事なことではありますし、まあ、特にこのコロナの中ではこの感染症拡大化のガイドラインってめちゃくちゃ重要だと思うんですけど、それでもこうどこまでやってたら OK なんやろみたいなのが、やっぱそもそも分かりづらいっていうのは絶対にあると思うので、まあ、このあたりのこう使っているものってのあると思いますね。このやっぱりこの、なんていうんですかね、世界中が大混乱とすごいこう、ね、大変な思いになったこのタイミングだからこそ、はい、やっぱりこうまとまり づらかったそういうところが、それこそ本当に安藤さんのね、うん、その宣言しかりそうだし、はい、やっぱりそこに、必要性を皆さんが感じてくれたらいいなっていうのは、私は協議会側の立場からしてすごい感じるので、うんうん、はい、その宣言は本当にそういうことだったんだと思った時にも、ちょっと勝手に胸が熱くなりました。あ、ですか。でも、まあ、危機な方がまとまりやすいっていうのありますよね。危機な方が人はまとまりやすいっていうのは間違いなくあると思うので。そうですね。はい、まあ、なんだろう、このタイミングにもう立ち上がっててよかったなって思いましたもん。本当ですか。やれることがあるっていう、はい、なんかね、本当にそういうのってすごい何ですかね、時も運だなとも思うし、はい、はい、でそれこそだから、その、まあ、まとまってっていうよりかは、やっぱり私なんかも一応会社もやっているので、はい、安藤さんの会社にはすごく私興味があるわけなんですよ。はい、なんかもう本当にお名前とか皆さん会社名とか安藤さんのこととか、はい、本当露出も今本当にすごいので、ご存知の方も多いと思うんですけど、まず本当にこの今立ち上がったその新しいその、あれ、時花っていうブランドもそうなんですけど、はい、それ以外のところとかでどうしてこの業界に入ってきて、どうし今どこ会社目指してるみたいなのとかって。あ、なるほど。そうですね、まあ、会社で目指してるのはやっぱり結婚式みんなやった方がいいと僕は思ってる人なんですよね。うん、でなんかすごい意思を持ってやらないって決めてるんだったら、まあいいと思うんですけども、割となんかこう、まあ、むちゃくちゃ主観入りますけど、あんまり知らずにやらへんって決めてるんちゃうかなって結構思ってて、なんかめんどくさそうとか、なんかお金かかりそうとか、なんか面白くなさそうとか、なんかってみんなつくんで。確かに、それこそその、知らないところからのそういう一部だけを切り取った情報だけ知っている人とかね。そうなんです。ただまあ、食わず嫌いっちゃ食わず嫌いなのかなと思った時に、まあ、ちゃんとそういうのはそのアンケートを取って調べようとか思うわけですよ。ほう。で、一応ちゃんとそういうのは言っとかんとあかんなと、お前の思い込みでやろうって言われたくないんでと。なるほど。人生でこう一番思い出に残ってるのは何ですかってアンケートを取ったことがあって、300人ぐらい聞いたんですけど、一応やっぱり結婚式の瞬間っていうのは2位に出てくるんですよ。ほう。うん、で、まあ一応1位はやっぱり子供が生まれた時って書かれるんで、うん、って感じじゃないですか。だからまあ1位じゃなかったんで、別に大々的にリリースは出さなかったんですけど、ただやっぱり2位やんって思った時に、いやすごいですね、それをこうね、2番目に、少なくとも2番目にはいいって思うやつをなんとなくやらないって、なんかもったいないんじゃないかなってやっぱすごい思ってて、はい、ただ、まあ、そこはやっぱり逆にこうなんかやらんでいいんちゃうって思わせてる産業側の課題も絶対あるはずなので、ある、まあ、ここを変えていかなきゃいけないなって思った時に、まあやっぱり一つ大きいなと思ったら、さっき言った結婚、世の中結婚式ってさって一色大されるっていうのがすごい象徴的だと思ってて、まあ、そこをこう多様化させていくみたいなことっていうのが、まあ、すごく大事かなと思ってるんで、うん、まあ、僕らは結婚式をとにかくみんなやるように、結婚式にあふれた世界にみたいなこと言ってるんですけど、うん、はい、じゃあそのために必要なのは、まあ、多様化させていくこと、
そこがすごいキーかなと思ってるんで、はい、それに向けて基本的にはいろんな活動をしてて、まあ時花っていうのも、まあ、その前のチュールウェディングっていうのも多様化の一つですし、まあ、厳選ウェディングっていうのを東京でもやってますけども、それも多様化の一つですし、まあ、そう考えたらそういう感じですね、はい、やってることは本当にブレずですね。まだまだ全然まだまだの会社なんで本当、ね、いやいやいや、はい、なるほど。ちなみにその安藤さんの仲間たちっていうのはどんな人材が揃ってるんですか？はい、そうですね、まあ、今うち12人でやってて、まあ、実は昨日まで、昨日かな、あ、今月まで13人なんですけど、ちょっと一人がその彼ですよね。あ、そうそうそう、24日にオンライン結婚式やった彼は5月末でちょっと退職というか卒業されて、そうそうそう、送別会代わりの結婚式みたいになったんですけども、うーん、あ、なるほど、はい、12人はまあ、あ、そうですね、まあエンジニアデザイナーが4人いて、あとは事業系とか、まあ、管理もやってくれてるメンバーで8人、まあ、役員入れてですけど、で8人はみんな、そうですね、8人ともみんなウェディング出身なんで、はい、やっぱりこう、なんていうんですかね、まあ、プランナー経験があったり、まあ、僕はプランナー経験はもうほぼないんですけども、まあ、その中でこう、まあ、目の前のお客様の結婚式作ることはとてもやりがいもあるし大事なんだけど、やっぱりなんとなくその世の中を見た時の課題感ってあるよねと、それを変えていこうとするなら、まあ、結婚式場でこう一組一組に向き合う仕事ではなく、まあ、もっとこう構造自体を変えていけるインパクトのあるような仕事をこうしていこうみたいな、まあ、ところに基本的には共感をしているメンバーが多くて、まあ、ずっとウェディング業界一本でやってきてる人もいますし、まあ、なんか異業種、ちょっとネット系の会社を行って、まあ、リクシーとか、まあ、そういう人間もいたりするので、まあ、なんかそんな感じですかね、はい。やっぱりその熱いウェディングに向かう気持ちみたいなのはやっぱりかなり皆さんお持ちでの上に、ちょっとこうその、うんうんうん、ね、リクシーっていう会社の名前の由来にもあるように、はい、あ、やると、IT、 あ、ありがとうございます、はい、もうだってもうあ、ね、はい、今私ちょっとかなりドヤ顔なんですけどすごいなと思っていや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 、でも本当になんかこうそういう方たちでもすごい少数精鋭というか、もうギュッと集まって、はい、進んでる感じなんですね。まあまあ、そうですね、ただまあ4年目でまだ12人って言い方もありますし、まあ、もっともっとやっぱり会社は早く成長させていきたいなっていうのはやっぱり常にあるんで、うん、まあ課題まみれで必死の必死みたいなも感じですね、日々。いやー疲れてるんちゃうかと思いますしね、はい、すいません、はい、いやでも本当にいつもそういうライブとかそういうのとかでなんかこうバーッと発信してるっていう、そんなイメージです。本当ですか？もうなんかもう思い溢れるみたいな、はい、まあ、最近本当毎週1時間ちょっと木曜18時YouTube ライブでやらせていただいてますけども、そうですね、まあ、逆にでもあれ以外はもう本当もうね、今コロナの影響もあってほぼもう家にいるんで。そうなんですね、はい、まあ、Zoom で会議とかはいっぱいやりますけど、うん、もうこもりまくってますよね、はい、でも私逆にそのおかげって言ったら不謹慎かもしれないんですけど、はい、こうやって忙しいはずの安藤さんを捕まえれたっていうのは、ええ、私結構この自粛生活の中でのめちゃめちゃでかい成果でしたね。別に全然すぐ捕まりますから、はい、本当ですか、はい、よっしゃと思って。本当ですか？でも本当に、はい、それこそやっぱりこうやってライブでいろんなお話が聞きたいっていうのは、うんうん、私だけじゃなくて多分すごいこういろいろ、ええ、ああ YouTube ライブで見ている人たちなんかは安藤さんのそういう素のところとか、はい、本当の思っているいつもどっちかというとコーディネーターなイメージがあるので。あ、そうですね、まあ、ずっとそうですね、あれはね、そうですね、確かにあんまり喋れない、なんかモデレーターなんてあんまり喋れないというか、はい、でも、うん、実は私愛知のウェディング協議会で水谷さんっていう、はい、安藤さんご存知の、はい、彼なんかは、うん、もう安藤さんはもう本当にもう独壇場だよっていう、うん、いや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 、そうですね、まあそういう噂は聞いていて、うん、いやいや、ありがとうございます。まあ割とそうですね、話長なるとかで怒られることもありますし、はい、ちょっとこの前ね、オンライン結婚式っていうので160人見てる中で、うん、まあ、収録とはいえこう挨拶やらせていただいたんですけど、いました、やっぱりツイッターでオンラインでも挨拶は長えんだなって言われましたから
や、でも私はすごい、星のね、そうっすね。そうなんだ星よ。の、ごめんスなターさい。ありがとう星ございにます。乗って。いや、でも、ちゃんと私、最初から最後まで、本当ですか。参す加ごい。費払って、も3000円。ちありがとうございろん、ます。いやいや、もうお祝いの気持ちを込め本当ですて、か。ありがとうございましすた。ごい。いすごいや、すもうごい。なんかその話もちょっとすごい聞きたいなとは思っていて、どうですか、実際あれやってみて、なんかこう、安藤さんとして、なんかこう、思ったこと、あれ、やっそうぱですりやっね。てよかったなとか。そうですね。まあ僕の立場で言うともう100%やってよかったなってやっぱ思いましたね。まあ、なんていうんですかね。まあ当日スタジオで見てたんですよね。当然向こうの方でガーって笑ってた人たちとか、そんなそう感です。じですかあのね。一部ですね。聖歌も歌ってましたから。歌そうのなね、んで収す。録は使えるやつがなくて、特にオンラインだと著作権とか結構また違った考え方が必要らしそうく。ですね。今回全部フリー素材でやって、賛美歌はフリー素材あったんですけど、歌がないんで、これはもうスタジオで歌うしかないみたいな感じで。そういうことだったんですね。なんかもうだいぶライブ感あふれる歌そうです声ね、本当が。にライブになってましたね。そうなんですよ。だからスタジオにいたんですけど、一応あれは、ね、スタジオにいるとやっぱりこう、施工の立場として、感じるものが当然あって、で、次の日に、アーカイブみたいな感じで、朝起きて見ながら仕事してたんですけど、見てても普通にこれ、面白いなと思って。合間がやっぱないんで、移動の合間とか入場待ちとか基本的にほぼないので、ちょっと一部ありましたけど、当日は。だからそんな感じで全然見れるなと思って、僕らで最初これ女稽古者がちょっとテレビっぽいかなって思ってやってたんですよね。で、そんな感じになったかなとは一応思ってて、で、それすごい良かったなと。ただ逆にあるのは、新郎新婦の2人の感想を聞くと、すげえ負担が低かったみたいな言い方で、実際彼らに言われれば、そりゃそうやなと思うんですけど、打ち合わせはオンラインで3回やっただけなんですよね。で、ちょっと本当参加くださった方に、3000円いただいているものの、ご祝儀に比べたら全然負担的には、皆さんも低くなってるし、で、実際、本当3週間ちょっとで実行してますから、そういう意味では、本当早かったですよね。そうですね、僕らもやったことなかったんで、どんなふうになるかっていうドキドキはすごいありましたけど、そういう意味では、全然また多様化の中では一つのやり方としてありだなと。で、結構やっぱ思うのは、今までのこう結婚式のあり方、姿、僕はすごい好きなんですけど、要はナシコンって言われる人たちはあれのどっかが嫌なんですよね。そのどこが嫌なのか人によって違うと思うんですけども、でそこの価値がちゃんと分かってるのかっていう議論もあるんですけど、一方で嫌な人にとって、オンライン結婚式やったらいいかなってなる理由はいくつかあるかなと思ったんで、見たい人が見てくれるから、呼ばれて、行くのとか、あの人呼んだら、あの人呼ばなあかんみたいな招待の問題とか。ご祝儀もらうの申し訳ないとか、時間拘束するのにちょっと申し訳なさ感じる新郎新婦とかもいらっしゃったりする中で、そういう要素がなくなって、勝手に今までの結婚式と違った形になるんで、そういう方々がみんなに認められてよかったとか、一つの時間を体験共有できたとか、作品を残せたみたいな感じの価値が残るんであれば、僕らの考え方的には全然ありかなと思ってるので、私も一プランナー、私もウェディングプランナーやってるんですけど、そんな、未だにまだ、老体に夢中ってやってたりするんですけど、なんか、いろいろ見ながら、こういうふうにやったら面白そうとか、それこそ本当多様性をすごい、その可能性だったりとかを、すごい感じる時本間当でだっすか。たんですよ。ありがとうございます。で、もう、本当にだから、ある意味だから、本当テレビ番組みたいな感じで見るような感じでも、私はやっぱりその新郎新婦のことがわからないので見てたんですけど、これがもしじゃあ担当だったらこういうふうにしたら面白いかなとそうっか、すね。あとそれこそ本当にリクシーさんじゃないですけど、リアルとこれを融合させたらそうっすね。もっと面白いかなとか、なんかもうめちゃめちゃなんかこう見ながら勝手にやってみたいって思った。本当ですか。いや、あると思います、本当に。ただ何ですかね、今までのこうね、オフラインの結婚式の表現っていうか、普通にそれが結婚式だと僕は思うんですけど、いわゆるこうね、結婚式がこう、オンラインに変わるというよりは、
まあ、むしろまあなんか今までの、そうですね、今までの結婚式だとちょっと違うかなっていう人たちがなんか選ぶものかなみたいなのと、まあ、でもしかしたらまあ両方やる方がいらっしゃるかもしれないとか、まあ、フォトコンやるんだったら、うん、はい、彼らってだってまた行かれるんですよね、ハワイ。そうです。あ、ですね、国内で11月にやるんですよね。あ、そっかそっか、うんうん、だからまあハワイを断念したのか、はい、そうです、ハワイやって11月にやろうと思ってた、このハワイ側をちょっとオンラインに変えたっていう感じですかね。なるほど、はい、うん、すごい綺麗なところでね、なんか時々夕日に変わったりとかしてね。そうですね、はい、まあ、ちょっとあのすごいプレゼント、はい、月はちょっとチープだったみたいなツイッターとかもあったので、ちょっとそうか、やっぱりあの一番最初があれだったんで、ちょっとびっくりしましたけど、どこ、まあ、お二人が、ね、月に行きたいっておっしゃったんで、はい、そうそう、そうなんですか。こっちで安藤さん出てきた時にはちょっとあれがね、コントっぽかったんですよ、はい、そうそう。 であとすごい、ごめんなさい、本当にあれ、あの 笑い飛ばしてくださいね、安藤さん乾杯の時持ってなかったですよね。いや、そうなんですよ、あのでですね、前々日にスタジオで収録になって、そこまで時間ないんで、 あ、そうです、そうです、あ、だからあの誰もいないところであれ喋ってますから。マジですか。めちゃくちゃ難しいなと思って、スタジオの人は別にね、あの他の仕事もあるんで誰も聞いてないですから。本当です。みんなこれ受けてんかなとか言いながらやってましたもん。あ、そうですね、はい、ちょっと難易度は高かったですけどね。ちょっとでもあれでちょっと距離をあの勝手に私が縮めました、はい、安藤さん。あ、そうですか。あ、じゃあ、じゃあの YouTube とかでもあの乾杯の挨拶はこうしろみたいなの上げてるんで、一応言ったからにはやらなきゃちゃんとと思ってですね。なるほど、はい、ちょっと私それをまだチェックしてないので見てみます。あ、そうですか、はい、人一倍のこだわりが一応あるんで、はい、あ、そうなんですか。そのは、ね、自分の掲げたこれを超えれてるかちょっとわからないんで皆さんちょっと検証しておきます。、はい、ありがとうございます。そう、でも本当にあの他の方からの、それこそあの新郎新婦はちょっと楽だったみたいな、ね、ハードルがすごく低かっただったんですけど、はい、他の方たちから何かこう、うん、あ、そうだね、こうだったねみたいなのってありますか。参加くださった方で僕らが直接聞いたのは、もう一人みんな言うのは新しいっていう言葉ですね。あの、だからオンライン結婚式ってやっぱりイメージはやっぱり経験したことがないからわからない中で、うん、まあそれであのすごい興味を持って見てくださった方多かったと思ってるんですけど、160名、うんね、あの実際の、はい、あの2人 の知り合いというのは実際には50名だったんで。あ、そうだったんですか。そうなんですよ、100名が一般参加っていう、まあ、そこちょっと特殊ですよね。あ、はい、まあ、今回に限りではあると思うんですけどね。そうそうで、はい、でやっぱり、まあ、新しい形で意外にありみたいなコメントが一番多かったです。そうですね、まあ、ここから本当にでもブラッシュアップをしていくのと、うん、はい、本当にあの安藤さんがおっしゃるみたいに、なんかこう、うんうん、やらない、なんかやらないっていうんだったらこういうやり方もあって、うん、はい、で、ね、その結婚式っていうその経験っていうのは人生の中でやっぱりこうすごい大切なポイントなんかでは、うんうん、はい、だったらこんな形もあるっていうその一つであっても私も面白いかなって、正直本当にむしろ妄想でプランニングしてたぐらいになったので、はい、ぜひ教えていただきたいです。あとはやっぱりその安藤さんが、私がすごく安心したのは、安藤さんがもともとは本当にそういうオフラインじゃないですけど、そのリアルの結婚式のことが大好きだっておっしゃってるところで、なんかそのちゃんとその結婚式のことの良さを分かってる人が作ってほしいなっていうのはすごい、あ、そうですね、頑張ります。いやいや、すいません、いや、そんな僕はもう本当あのウェディングプランナーの経験としてめちゃくちゃあるわけではないんで、はい、まあ、それがこう皆さんから見てこうそうなのかはちょっと自分ではあまり言えないですけれども、ただまあなんかそのなんて言うんでしょうね、まあオンラインだよね、面白いよねっていう感じで始めたわけではなくて、うん、まあやっぱりこうオンラインならではでできることって何かなみたいなことを考えていくと、まあ結構いろいろあるなっていうのが分かってきたんで、じゃあやってみようかっていうの、まあ、あのたまたまそのバーチャルスタジオを運営してて、まあ、そういうのにも長けてる方々と知り合いだったっていうのがあって、で、まあ、先方からもこうそういうのできるんじゃないかっていうのでお話があって盛り上がってやろうってなった経緯なんで、はい、まあまあ本当そんな感じです。盛り上がってやろう、5月の頭、うん、5月の24日っていう、はい、そのスピード感も相当すごいですけどね。まあまあまあそうですね、まあでもまあちょっとこれ言うと怒られるかもしれないですけど、まあ二次会っぽい感じもあるなって思ったんですよね。で、なんか僕は結構あのウェディング業界に来た理由の一つは二次会がすごい楽しかったからってのがすごいあって、まあ、自分のね二次会もそうですけど、あの、
二次会、友達の結婚式の二次会の幹事を13人組でやるみたいな、結構ずっとやってたんですよ。高校が、チームでですか？そうですね、男子校で13人組なんですよ。ほう。で、そうするとね、一人結婚しますから、12人が2テーブル分かれるわけなんですけど、はい、まあ、その必ずその12人が幹事になって二次会やるんですよ。ほう。だから、もうほとんどの場合、その会場のスタッフさんより幹事の方が多いんですよ。何なんだろうってなるわけです。すごい動くみたいな、うん、でみんななんか好きだったから、まあ、結構やりながらこういろいろ磨いていく中でなんかすごい面白いなと思って、でテレビ局のやつとか見るんですけど、うん、でまあ V 作ったらもうその場で流れてみんなの反応見るから、もう結婚式マジすごいなみたいな反応があったりとかテレビ見れないですからね、反応の顔が。そうですね、オンライン結婚式を改善できたらと思いますけど、だそういうの見た時にこれすっげえ特別なんやなと思って、でまあやれたらっていうので、ブライダル業界入ってきてるのもあるんで、まあ、二次会結構好きなんですよね。こうみんなでわっと作り上げるノリみたいな感じ。あ、そうですね、うんうん、でも今ちらっとお話されてたみたいに、そのボイウェディング、はい、その今顔見えないけどちょっと今後のっていうような、なんかちらっとおっしゃって、うんうん、はい、その辺とかはなんか考えてたりするんですか？私もちょっと思ったんですよ、そこは。ですよね、そうですね、まあ、今回だからそのどっちかというとこう在庫という特別な配信プラットフォーム、うん、YouTube みたいなもので作って、でそこで、ね、視聴者の方は見ていただく、うん、でゲストの方はその在庫に映ってる向こうのこう Zoom に映ってるみたいな感じの構造だったんですけど、うん、まあ、1個、まあ、ゲストが全員入ってる Zoom とかを作って、うん、まあ、新郎新婦の2人がこう見れるみたいな状態を作ってもよかったかもとか。そうですね、うん、まあ、一部の、そうですよね、で一部のご友人たちはもうなんか同僚とかで1個 Zoom を立ち上げて、うん、ズーム飲みしながら見てたって話もあったんで、あ、はい、最高ですね、まあ、それは楽しそう、うん、まあ、そういう感じのとこまでちょっとケアというか準備できてたらもっと、うん、変わってきたらだろうなと思いますし、それこそだって、はい、本当2人がいて、ええ、乗りすぎて顔が自分出た、はい、2人がいて例えば本当にパーティールームとかバンケとかに、はい、わっとみんながいて、そこをズームでつなぐみたいなのとかも、うんうん、なんかこう、はい、面白そうですよね。あ、そうですね、そういうのもあると思いますね。なんかこうやってわーっと盛り上がってて、うん、そうですね、だいろんな、まあ、なんていうんでしょうね、こう、まあ、既存というか、まあ、結婚式場としても、まあ、このタイミングでその今後、まあ、どう施工していくのかっていうのを、うん、まあ、すごいこう考えてたり悩んでおられたりすると思ってて、で、まあ、ちょっと冒頭 の、 紹介がすごいこうよく言ってくださったんで恐縮なんですけど、やっぱりまあ、はた、ね、なんかヒントになるようなことは言えればと思いながら、やっぱり施工のところは本当誰も経験しないんで、うん、僕もぶっちゃけ分かんないんですよね、こうしたらいいとか。いや、でも逆にだから新しい発想が出るのかなとは思うんですよね。うん、まあ、そうですね、まあ、どっちかというとこうなんか本当オンラインみたいなところではなんかうまく事例を作っていって、まあ、なんか結婚式、まあ、別に結婚式でそのままできたらそれでいいと思いますし、まあ、なんかね、少人数にしないとちょっと密がみたいなこと気にされるお客様がいらっしゃる、でもお招きしたかった方もいらっしゃるみたいな時に、オンラインみたいなものでうまくカバーができて、でもちろん結婚式場さん的にも人数が減ると、まあ、周りのパートナーさん含めて収入減るんで、まあ、ここはなんかオンラインでっていうソリューションがあることで、まあ、いくばっか賄えるとか、なんかそんな構造が作れていけると、またちょっとこう違った形で発展できたりもするのかなって思ったりはするんで、まあ、そういうのはちょっと伝えて、まあ、もちろん、いわゆる結婚式こうやったらいい形しておれたよみたいな事例もちょっと集めて、まあ、昨日かな、選手がね、平松さんからは平松スタンダードみたいなのが出ててですね、まあ、すごいいいなって思ったんですけど、まあ、こんな指針でウェディングをやりますみたいな、うん、はい、そういうのも出てくると思う。各会場のガイドラインみたいなやつですね。そうです、そうです、そうです、はい、うん、ちょっとあの辺は本当に、うん、これから誰かが作ってでいいな、でも私はもっとこうしたいっていうのでこうどん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 リバイスされてって良くなっていくみたいなサイクルが、働いていくと思うので、まあ、そういうのはなんか、ね、そうです、そうです、そうです、はい、なんかそういうのはすごいいいなと思って、はい、まあ、そこに貢献できたらと思いますね。いや、もうでもそういうこう溢れ出るなんかこう、はい、あ、しよう、こうしようみたいな、そういうなんかこう発想みたいなのっていうのは、はい、どっから出てくるんですか？どうですかね、まあ、どっから出てくるかは、どうなんだろうな。まあ、でも、ウェディングって意味では、やっぱり、まあ、それなりに、こう、ね、結婚式場の会社で、まあ、7年やってたっていうところで、こう、得られたものは、
すごくまあ大きいので、まあ、やっぱり自分なりに何かやってたからっていうのはすごいあるような気はしますよね。で、あとはでまあもどうですかね。はい。なんか安藤さんを見てるとすごいそのなんていうんですかね、楽しんで本当になんかこう意外とみんなが「え、そんなこと？」っていうような、なんかこう潰してっちゃうようなこととかも、あ、それ面白いんじゃない、やってみよう、それ面白いんじゃない、やってみようみたいな、なんかそういう方だなっていうのはなるほど。ですか。すごい感じるんですけど、その前にすごい熟慮があるのかどうなのかが知りたいんですよ。僕の場合は結構熟慮ある方だと思いますけどあ、ね。そうなんですね。ちょっじとゃあ、周りがむっね、どうちかゃ全然わかんないですけど、はい。いや、そうなんですか。そうなんですよね。結構、まあ、自分なりにやっぱいろいろ、基本的には考えてから動きたいというか、あ、そうなんですか。なんじかゃあ、A を、選んだらこうなる、B 選んだらああなる、どっちかな、A かな、みたいな決め方を基本的にはしたい人なんで。おお、じゃあもしかすると選ばなかったやつがもう、じゃあかなりボロボロあるってことですね。そうですね。まあ、選ばな、まあまあ、まあ、それありますよね。で、まあ、なんていうでしょう。まあ、A 選んでも B 選んでも分かんないなってものもいっぱいあるんですよね。まあ、いっぱい、まあ、まあ、結局そんなんばっか残るんですよ。で、どれかをこうしっかり構築してピックアッそうプですっね。て感じですか？まあ、分かんなかったら選ぶしかないですからね。やるかやらないかしかないんで。なるほど。まあ、やそるれかやらで。ないかだったら、もういけると思ったらやるっていそうですね。まあ、なんかこういうとこではね、なんか面白いと思ったらやるんだとか言うと分かりやすくて、キレがいいんですけど。いやいやいや。いや、面白いだけじゃダメやろ。ちゃんとこれはビジネスになるのか。いや、ビジネスだけじゃあかんの。みんなやりたいと思うのか。いや、みんなやりたいだけじゃあかんの。これは世の中で新しいのか。いや、新しいだけじゃダメやろ。続くのか。みたいなことはやっぱりあるんで。そういうやつですね。そうですね。まあ、その辺をこう一応、バってこう。分かりやすいものはジャッジ早いし、なるほど。分からないものはもしかしたら判断遅いものもあるかもしれないですから、まあ、でも今回のコロナとかマジ難しいですよね。いやー、もう本当難しい。で、それこそだからこそ、そういう本当にこう新しいものを生み出したりとか、実際にやってる人がどんな思考回路でそれを取り組んでるのかとかっていうのはすごい気になるし、で、しかもその周りでその12人、そのブレーンの方たちっていうのは、すごい得だなというか、ラッキーだなというか、多分その、A だろ B だろとかやってるのをちょっと多分見てるんだろうなとか、どうですかね。どうまたややなんこでししこょう。言い出したんちゃうぞ、こいつみたいな、あるかもわからないですけど。でも割となんか、なんかですね、みんな結構見てて、わかんないですよ。リクシーズって呼んでますけど、まあ彼らが僕をどう思ってるかわからないですけど、まあなんか一応自分なりにちゃんと考えて言ってるやつは、結構パッて聞いてくれて、すごい動いてくれるなというのはすごいあるなと思ってて、で逆になんか、不用意な話とかをすると結構怒られるんで。もう怒られる。お前はちゃんと考えて喋るキャラやろみたいな感じの目線が結構来るんで。怒られるのは安藤さんが。あ、怒られますね。そうですね。なんあ、か、本当ですか。まあ今はちょっとわかんないですけど、一時期僕以外全員 S だった時代ありますから。本当ですか。そう、S と M で言うとですよ。僕基本的に M なんで。本当ですか。そう。M で起業するとですね、みんな S が集まるっていう。まあ、これ結構、会社立ち上げた時のあるあるなんじゃないかって僕は一回検証を実践したいんですけど。私どっちだろうな、そうでです周か。りどっちなんだろうなと思いますけど。社長が S だと周りが M。社長が M だと周りが S。まあ、これはね、あるような気がするんですよね。まあ、ね、結婚式場とかショップで働いてると、自分で人事決めれないですから。お、全員 S やないか、みたいなね。前夜会みたいなのもあるかもわからないですけど。ちょっと弊社は後から自分でじっくり検証してメッセージ送ります。仮説いでらんす。情報だと思いますけど。了解です。そう、でも本当にまあ、この業界伸びしろあるのかなっていうのとかはあると思うんですけど、なんかこう、なんですかね、こう、恐れずにこれはもうチャレンジしたらいいんじゃないかなとか、思ってらっしゃることってありますそうか？ですね。まあでも本当まあ今は本当一番難しいって言ったんですけど、まあ要はこれをやったら絶対うまくいくよねっていうのはないんですよね、本当に。ないので、で、かつそのね、お客様の何をこう元に結婚式場を選ぶのかとか、どんな結婚式をやりたいのか、で、それを提供できる、必要なスキルは何なのか、みたいなのが、もう一回全部ガラガラポンでリセットされてるかもしれない。いや、そんなことはなくて、実は今まで通りの流れが普通にこう気づいたら復活してるかもしれない。で、これはもう本当に誰もわからないんですよね、全然。なんで、まあ、
なんかもっともらしく喋るなら、まあ、今までうまくいってた結婚式場さんとか成果出てた人は僕は今まで通りやる方が成功角度高いんじゃないかなって思ってる人ですね。ただ、うん、まあ、例えばなんかアクセスがあんまり良くなくて郊外型でちょっとね、あの会場も別に新しいわけでもなくてスペックで比べられたらちょっと劣るよねみたいな会場さんっていうのも、まあ、多分あの名古屋だと愛知だと愛知でいらっしゃると思うし、まあ、そういう会場さんにとっては僕はチャンスだと思ってて、うん、積極的にこう今ガラッと変えて、もう価値観変えて、はい、もうオンライン接客で打ち合わせもオンラインで進んでいって、そんなに負荷がかからずもう来るのは本当内覧だけでいいよぐらいの感じでやれちゃうとそのアクセスの不利っていうのは一気になくなりますよね。で、まあ、合理的に考える方々でな、ね、例えば愛知だと名古屋に住んでる人は、まあ、もしかしたら名古屋市内選ぶかもしれませんけど周辺に住んでる方々だと別に名古屋市に行く意味ないよねっていうのはやっぱり出てくる可能性はあって、まあ、もちろんそのね都市部ですからあのもうそんな考えんと名古屋に行く人もいると思うんですけど、まあ、一方でなんかあのじゃあ地元の方がいいこといっぱいあるよねみたいなことをこう価値作りをしていくと、もしかしたら今までは反応しなかった方がいやよく考えたら人混み少ないし、まあ、こっち広いし、あそういうなんか衛生とかあいいこと多いやんみたいな、まあ、感じのところをまあ打ち出していけるチャンスはあるなとか、でその辺の要素って例えばこう、ね、今の宗教で基本的にはもう媒体使ってやると思うんですけど、まあ、媒体上でなんか例えば、ね、あのゼクシーさんで最初のキャッチ産業衛生バチって書いても絶対こうお客様反応しないだろうし夢も減ったくれもないですからね絶対やらないんですよ絶対。でそれはあんまり効果ないわけですよ。ただホームページとかでの企業姿勢とかやっぱりあのツイッター上でこうなんか炎上してないかとかっていうのは絶対見てる人増えてるんで、じゃあそういうところ、まあ、YouTube って YouTube ですよね。そういうのをこうバーッとこうやっていくみたいなことが、まあ、で平松スタンダードって結構すごいいいなと思って僕インフラしてるんですけど、まあ、はい、まあ、そういう感じのことがなんか評価してくれる方々っていうのは増えてるんで、なるほど、そこをこう取りに行くみたいな意味で言うと、まあ、今までは見向きもされなかった顧客層でも来る可能性あるんで、まあ、あの積極的に SNS とか使ってた方がいいかなとかで、あこの人喋ると長くなるんですけど、まあ、結構こう SNS とかにあんまりお客様書いてほしくないっていうスタンス取る結婚式は結構多いんですよね。ほう。で僕はあのどんどん書いてもらった方がいいんじゃないのって基本的には思ってる人で、うん、やっぱりあのまあ何て言うんでしょう、例えば特にこの今のコロナのこうお客様に対する対応みたいなのが、うん、まあ、Twitter 上とかではかなり二分されてたりするん で、うん、はい、でその時に結構傾向あるのはなんかですね、ストレスを持たれてる会場さんは結構もう名前がバンバン出ちゃうんですよね。ただなんか言い対応してくれたみたいなあの口コミって式場の名前が出ないんですよ。これ多分基本的には SNS に名前書かないでほしいっていう感じとか、お客様特別なんで言わないでくださいねみたいな事情があるからで、まあしゃあないんですけど、ここで例えばまあ何ですか、まああのね、あの安藤迎賓館超良かったみたいなのいっぱい書いてくれれば、そっち路線で発信してた時にあほんまやってなるし、まあ、そこでこう不満を持たれた会場さんなんかだと、いや今から僕らはこうやりますって言っても、やっぱりそのコロナ対応で不安を持っているお客様からもすごい批判されちゃうと思うんで言えないんですよね。なんで、まあ、そういったところを、まあ、ある意味今までの実績があるかないかっていうのはすごい大事だと思うんですけど、まあ、それが伴っていれば、まあ、ウェブからやこう SNS からっていうのをもう逆にガンガン活用していくことで、あのアドバンテージが取れる可能性っていうのは全然あると思うんで、まあ、その辺はあのやっていかせるかなと。ちょっと長くなりました。一回フラットになるから、はい、それこそもう変な話、挽回する余地ももしかするとまだあるかもしれない。そうです、そうです。ここから、はい、いかに誠実に、それこそ本当に新郎新婦により、うんうん、寄り添って、本当にやっていきます、はい。それこそ本当にその昼松スタンダードじゃないですけど、自分の自らのところをこうしっかりやって、それこそ今度、あの、YouTube ライブでやるのが、はい、その第2回なんか、はい、自分とこの規約をしっかり見直してとか、あそうです、ね、すごい固いテーマ、はい、ね、いやでもなんか今の話で、はい、多分そういう思いあってそこにまた持ってったんだなっていうのをすごい感じるんですけど、 ありがとうございますそうですね、まあ、あのテーマは本当あの一応毎週やりながらあの出てきた話題を、うん、じゃあちょっと次に持っていこうみたいな感じで、うん、生まれてきたものをまた形にしようみたいな感じで、まあ、意外となんかね、あの今まで5回やって、うん、4回か、うん、あのそこでこう約款の話ってなあの2回出てきてて、うん、で、まあ、変えた方がいいよねっていう意見が支配的なんで、うんうん、じゃあ今これ仮に変えたら何起きるかなとか思うと、まあ基本的に世の中はなんか結婚式の規約がなんかどうなのみたいな論調多いんで、
あ、ですよね、だから変えたんですって言うと、おおみたいな。夜やん、見せそう、逆に今ね、言うのが一番いいタイミングではあるんで。そうですね、うん、なんかこう、まあ、うん、そうですね、うん、やたらとこう、やっぱりその、ね、こちら側には立ってもらえないっていうのはもう私たち十分分かってる中で、うんうん、やっぱりどれだけその姿勢を見せるかとか、やっぱ本当に今みんな思ってますもんね、はい、ここでどうするかっていうのっていうのは、うん、そのヒントをすごい出してくださってるなっていうのもあるし、はい、もうぜひなんかこうまだまだちょっとしっかり見ていこうと思うんですけど、はい、その YouTube ライブとかはいつまで続けるとかっていうなんとなくイメージとかあるんですか？一応6月中はずっとやろうと思ってて、6月中、5月、6月、はい、まあ話す意義がなくなるまではやり続けようということになってますマラソンみたいな、はい、価値を認めていただける限り、うん、はい、なるほど、やろうかなという感じですね。いやでも本当になんかこうすごい今きっと皆さん情報を欲してらっしゃると思うので、ね、私もすごい見てすごいなんかこうなるほどなっていう部分もあったりとかしたんですけど、はい、やっぱり最後に本当になんて言うんですかね、これから安藤さんが見据えるブライダル業界をちょっとこうまとめていただくならばっていう、はい、そうですね、まあ、うん、まあ、まあ一つやっぱ多様化っていうのはキーワードかなと思ってるので、まあ、お客様がどういうことを望んでいるのかっていうのに合わせて、まあ、そこにこうどう自分たちの特徴を打ち出してで伝えていけるかみたいなことが、まあ、産業全体の意味でも、ね、世の中のニーズに対しても、まあ、各社が生き残っていくみたいな観点でもキーかなと思っているので、まあ、そこをこう磨いていくっていうのはすごく大事かなというのと、でももう一つは、まあ、透明化みたいなところは自分のモチベーションを強い持ってたりするんで、はい、まあ、お客様から見てもどうしても分かりづらいことが多い。そうですね、ただこれを、うん、ただこれはですね、お客様にこう全部知識を持ってもらうっていうのは不可能なんで、どんだけ頑張っても多分無理だと思うんですよね。なんで、まあ、そんな知識があまりなくてもこう本当に満足いくような形にするっていう変化は産業全体で必要なのかなって自分は思ってたりするので、まあ、そういったところをはい、やっていけたらなと思いますね。うん、私も実は会社の一つのそのブランドとしてクリスタルっていう名前でウェディングをやってるんですけど、はい、めちゃめちゃ透明です、ね、その意味、はい、そうなんですよ、はい、めちゃめちゃ透明なんです、はい、やっぱりその全く同じ意味で、うん、意味があって、やっぱりその、新郎新婦に透明にいろんなことが分かりやすく、はい、まあ本当に今ここで語り出しちゃったら長くなっちゃうのであれなんですけど、本当全く同じ思いで やってきてることが、うん、今本当にこう業界全体で何かこう考えていくときなんだなっていう中で、うん、やっぱそのいいきっかけと、あとはやっぱりそういうその安藤さんがこういろんな発信をされている中で、みんながこう、はい、じゃあうちだったらどうなんだろう、じゃあうちだったらこういう風にしようっていう、その、うんうん、そのまさに多様化ができる、もう本当いいチャンス、はい、今ここで変わんなかったらもうまた変われない、まあそうですね、なんで本当にこうまたまだまだこれからもいろんなヒントを教えてもらえたらなっていう、はい思いますし、また勉強させていただきたいと思います。いえいえ、はい、まだまだ結果が足りてないと思ってますんで、はい、頑張ります。いやいや、もうなんかその安藤さんのトークにすごく皆さん見ていただきつつもなんかこう圧倒されて沈むがないっていう。いや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 、すいません、すいません。また何かあったら私もぜひ教えていただいて、競技会からその安藤さんのこんな風に発信されてるとか、そういうこととかはもうぜひ愛知県の皆さんにも、はい、知っていただきたいと思いますので、ぜひお願いします。これからもぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。これ失礼します。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。失礼します。安藤さん本当にありがとうございました。すごくやっぱり歯切れもよくテンポもよく話していて、すごく楽しくて気持ちよくて刺激的でした。大変で、いよいよですね、こちらの今日競技会のインスタライブなんですけれども、まあ、一旦本当に皆さんのおかげでなんとか予定をしていた、そんななんていうんですかね、まあ、全てのプログラムを本当に視聴したしてくださった皆さんと、あとはもう本当にお越しいただいた多分通常の
時だったらありえないような、そんな素晴らしいゲストの皆様のおかげで無事すべてお届けすることができまして、改めましてありがとうございました。いやでも本当にさすが安藤さんですねっていう風にメッセージいただいてるんですが、もう私もまさに圧巻ですごかったです。とても勉強になりました。で、その協議会のインスタライブなんですけれども、この5月27日のもうまさに、あ、安藤さん見えてない、ありがとうございます。なんていうんですかね、こう4月の29日に愛知ウェディング協議会ってどんなのっていうのをちょっといろいろご質問いただいたので、まあ、そこにお答えできたらなっていう、そんな感じのノリで始めたこのインスタライブなんですけれども、もう5月の6日には愛知で活躍するフリーランスということで、箕輪田彩さんという、本当にこう等身大でみんながこう悩んだり不安になったりっていう、この今の 自粛をするその時期に、まあ、フリーランスとしてこんなことを思ってるとか、そういうことをお話ししていただいて、もうすごいたくさんの方に共感をいただいたのが第2回目で、その後5月13日にはもうまさにちょうど新しい生活様式の提言ですね、提言が政府の専門家会議から出された、そのちょうどタイミングでブライトの夏目さんにお越しいただいて、協議会としてはほんの少しでもなんかこう皆さんの不安だったりとかを払拭できたらっていうふうに思ってお届けしたインスタライブが3回目で、先週は5月の20日なんですけれども、もう本当にしなやかに新年に長くこの業界で活躍されている黒沢優子さんという素晴らしいゲストにお越しいただいて、こうたくさんの方たちがすごく明るい気持ちで自分の信念だったりとか、その仕事に向かうそういう気持ちみたいなのを改めてこうちょっとストップしてる中で考えられるような、そういうインスタライブがお届けできたんじゃないかなというふうに思っています。そうそう、夏目さんお世話になりまして、こちらこそありがとうございました。お世話になりました。その2、箕輪田さん、箕輪さんですね。で、本当に今日はまさに最終にふさわしい安藤さんに登場していただいて、もうこれからどういうふうにしてこう、それこそ本当にもうちょうどのタイミングで経済が復活を段階的にしていくっていう、そういう時に今しっかりブライダル業界、ウェディング業界とか自分自身のことを考えて、で、それからこういろんな方向性だったり、これからはいろんな価値観を受け入れながら、でも4回目か、20日にお届けした黒沢優子さんのようにきちんと信念を持って、自分も周りの人たちも大切にしながら活躍をする人がきっと増えていくんじゃないかなというふうに、で今日の安藤さんのお話はまさにそういう、こういろんなものを受け入れることは怖いことではないし、でも熟慮だったりとかしっかり考えてやっていくっていう、そのいろんなヒントをもらえたのが今日最後のインスタライブだったんじゃないかなというふうに思っています。で、私たち協議会もこうこのように自粛しないといけないこの世の中になってしまう、ほんの少し前に立ち上がって、なかなか皆さんにこうどんなことができるんだろうっていうのを試行錯誤で続けてきてはいるんですけれども、まだまだこれからもウェディング業界、結婚式だったりとか結婚することっていうところの大切さは常に皆さんと考えていきながら、世の中の人たちに発信をしていきながら、あとは発信をしていったり結婚式をするためには私たち業界がしっかりと発展していかないといけないと思いますので、もうその本当に一助になるためにっていうことだけで、いろんな活動をイベントも発信もしていきたいと思っています。まずはできるところからというところで、皆さんからお預かりしている会費を優先的に使わせていただいて、ホームページをつい先日なんですけれども
リリースをさせていただきました。まだまだ出来上がりきってないホームページではあるんですが、そちらにどんどんとこれから例えばこう YouTube のアーカイブだったりとか、YouTube じゃないかこれYouTube か、 YouTube のアーカイブだったりとか、そういったものをこう上げていきたいなっていうふうに思っていますし、そちらに情報を発信していきたいと思っていますので、ぜひ皆さんとご一緒にこのウェディング業界から地域だったりとか、本当にまさに新郎新婦に結婚式、結婚するっていうことっていうのを大切なんだっていうことを、どんな形でもいいから、ただそこには大切なものがあるっていうのを一緒に発信していくことができたらというふうに思っています。こう体が外に外出が できない、そんな状況の中で、このインスタライブで協議会が皆さんに何かお届けできたらいいなと思ってやってきたこの1ヶ月間ですが、拙いこのインスタライブにお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。これからも協議会は皆さんと一緒に頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ホームページもぜひご覧ください。ではまた本当にリアルでお会いできるのを楽しみにしています。学生の子たちにもいっぱい見てもらってすごく嬉しいので、またぜひ学生の子たち協議会で会いましょう。ありがとうございました。